それではただいまから茂吉からの贈り物生誕130年記念シンポジウムを始めてまいります。ご自慢の北茂雄さんという連邦を築かれておりま壮大なパノラマだなと思っています。そのパノラマこそが茂吉が我に残してくれた最大の贈り物ではないかと。ぬるぬるネバネバが大好きで、恋も山形の煮物、あれは美味しいございますから、あれも好きで、で琴にかば焼き、うなぎは大好きでございました。そして毎日青山の近くの沢徳といううなぎ屋から取るんでございますけども、26年の、文化賞受賞式の写真でございます。右隣にいるのが照子でございます。それから、左のに父がいて、その手前が今 お話をした美智子でございます。で、私は右でございます。先ほど言ってたように、宗吉よりも、強制労働をさせられたんですよね。貴美子様どうも申し訳ありませんでした。でその時照子おばあ様はどうしたのかって言ったら、やっぱりいつの間にかどっか消えてたその時には労働はせず、はい、でこんな一番嬉しそうな瞬間ですね、はい、何か人間が辛い時とか悲しい時に何か乗り越えるというか、何かそういったユーモアもまたあるのかなということを今改めて思っています。医者だと思っておりました。この頃はまだちゃんとした医者でございますもうあといろいろと表明するのでございます。大人になった時に私が、ママがパパと結婚した時医者だったんだよねと、医者夫人だったのが急に医者を辞めて作家になって、作家になったのが急に躁鬱病になって、そんな人生どう思うって言ったら、母は前に詐欺にあったみたいでと言ってましたけど、昆虫少年ご家族でないとあれお考えできないような非常に貴重な面白い話、参考になる話を聞かせていただきました。大変ありがとうございました。遠いところありがとうございました。また、中見さん、本当に名司会ありがとうございました。どうも。